皆様こんにちは。フラジテリー岸田香織でございます。いつもフラロボをご覧くださいましてありがとうございます。本日は女性起業家きらめきインタビュー59弾をお届けいたします。本日のお客様は株式会社サムシング代表取締役でいらっしゃいます野崎喜子さんをお迎えいたしております。野崎さん、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それでは早速一つ目の質問です。お仕事内容をお聞かせいただけますか。はい、ナレーションの録音制作並びに講演研修の仕事をいたしております。ナレーションって何ですかって申しますと、はい、例えばね、こんなものがあるんですよ。お風呂が沸きました。勇気も湧きました。この先左折です。その先左折です。おなじみのカーナビゲーションですね。いや、カーナビゲーションは左折しないんじゃないですか。そうですね。コンピューターの私ね、音声を合成して作る音声ガイダンスというのがあるんですね。私はそのパイオニア的な存在でして、最初は銀行の ATM、あとは電話の日時をお知らせするタイムスタンプなどが始まりだったんですけれども、最近ではですね、冷蔵庫、エアコン、掃除機、IH グリル、炊飯器、もう何でも家電商品おしゃべりになったんですよね。その元を作っているんです。はい、他には企業さんのインフォメーションガイダンス、それから教材とか商品説明などのナレーションを制作しております。講演研修におきましては、企業さん、一般向けはもちろんなんですけれども、高校や大学などを回りまして、就職試験で面接を受ける受け方とか、あるいは自分らしく生きるためにはどうしたらよいのかという自己啓発の講演などもさせていただいております。またナレーターになりたい、声優になりたいという専門学校では声の表現力を指導いたしております。素晴らしいですね。このお仕事は長くていらっしゃるんですよね。はい、声の仕事、話し方、ボイス&トークがキーワードなんですけれども、もうかれこれ、10年で言われて、逆算すると、少女の頃からしてみました。はい。素晴らしいですよね。一番最初は声優とナレーションから始まったって伺ったんですが、当初の、声優としてのお仕事をに関して少し伺ってもいいですか。はい、どんなお仕事を、どんな役割をなさってたんですか。はい、私の代表作は、ドンチャック物語という、これが絵本になったものなんですけれど、このビーバーの女の子のダラちゃんという役をしておりました。ちょっと聞きたい声。困るよ、すぐやってなんて。かわいい。それをじゃあ一番最初の頃ももからしてやってらしたんですね。はい、そこを土台にしてナレーターとして、そして今はディレクターとして皆さんを指導する立場になっちゃうんですね。はい、素晴らしいです。ありがとうございます。それでは2つ目の質問です。そのお仕事をなさる上において、キラキラきらめいている時を教えてください。はい、不可能と思える仕事にチャレンジして、一生懸命頑張って、その仕事を成功させ、クライアントからお褒めの言葉をいただいた時です。その仕事が大変であればあったほど、また苦労が大きければ大きかったほど、仕事の達成感の喜びも大きいんですね。で、私はその時に一つ自分の中で自信が生まれるんです。自信。はい。ここまで頑張ったんだから、次はもっと頑張れるだろうという自信なんですね。で、この自信はですね、決してお金では買うことができないんです。で、私にとってはとっても貴重な財産なんです。ということで、私が一番キラキラとキラめいているのは、仕事の達成感の喜びを感じているときです。素晴らしい。
ありがとうございます。ありがとうございます。それでは3つ目の質問です。そのきらめきを感じるために心がけていることを教えていただけますか。はい、私が仕事をする上で、心がけておりますことは、まず一つ目にプロ意識です。私が思うプロ意識というのは、その仕事に対する責任感、使命感、そして求められているものをきちんと提供することだと思います。で、二つ目はですね、笑顔と元気です。と申しますのは、私はデスクワークではありません。人の前に立つ仕事ですので、その場の空気を明るくすること、そしてコミュニケーションを良くすることが大事なんですね。そこで笑顔と元気に心がけています。3つ目3つ目もあるんです、はい、もう一つはですね、伝える力なんです。私は録音ディレクターという仕事柄ですね。録音ディレクターというのは、クライアントさんからの要求ですね、意向に沿いまして、ナレーターさん、声優さんに限られた時間内で最大の力を発揮してもらう、それを引き出す役割なんですね。その際に伝える力っていうのはすごく大切なんです。で、私がナレーターの時、録音ディレクターさんが NG サインを送ってくる時に、もう一度お願いします、それだけでどこがどういうふうにいけなくて、どういうふうに改善したらよいのか、ディレクションがない時があるんです。そういう時非常に困りましたので、私は、ナレーターさん、声優さんには具体的に分かりやすく伝えることを大切にしております。素晴らしいです。その3つの心がけがあるからこそ、皆さんのご指導ができて、皆さんの喜びをいただけるんですね。いえいえ、はい、そうです。ありがとうございました。今から来てください。ありがとうございます。きらめいです。それではもう最後の質問です。キーコさんの人生の中で一番キラキラきらめいていた時を教えてください。一番キラキラとキラめいているのは今です。今です。来ると思いました。以前は忙しすぎまして、こう相手の心とか自分の心を見つめる余裕がなかったんですね。今は、忙しいんですけれども、こう仕事の量も減らしまして、むしろ質を極めておりますので、良い仕事ができていると思います。そして、プライベートの時間におきましても、お休みが取れるようになりましたので、スポーツを取り入れておりまして、とてもスマートになりました。そして健康です。すごいですよね、水着姿の写真はかっこいいです。そうですね、若さもすごく素敵だと思うんですけれども、シワの数に比例しまして、人生のキャリアを積み重ねてきた今、やっとご褒美をもらえる時代が来ました。というわけで、今が一番キラキラと輝いております。キラキラですね。はい、たくさんのご褒美があるんですね。そうですね。どんな秘密。ありがとうございます。ありがとうございました。女性起業家きらめきインタビュー59弾もう終わってしまいました。楽しいお話をありがとうございました。ありがとうございました。このきらめきインタビューは、今回のお客様に次回のお客様をご紹介していただくというシステムをとっております。ということで、野崎喜子さんに次回のお客様をご紹介していただきたいのですが、よろしいでしょうか。はい、はい、お願いいたします。アメリカ・カリフォルニアから砂糖を一切使わないで、生っぽいフレッシュなドライフルーツを輸入販売されていらっしゃいます、株式会社 EY トレーディングの代表取締役でいらっしゃいます山下英子さんです。ありがとうございます、はい、それでは次回は山下英子さんをお迎えしてお送りいたします。本日はありがとうございました。ありがとうございました。